この試合初めてのピンチらしいピンチを迎えています松坂。ツーアウトランナー三塁一塁、三塁ランナーは三郎、そして一塁ランナーは平井です。バッターは清水に変えて福浦。今厳しいですね。今のはストライクに見えましたね。7回の表、大村のソロホームランで1点差に追いつきました千葉ロッテマリーンズ。松坂を攻めています。ツーアウトランナー三塁一塁、カウントはワンストライクワンボール。福浦の当たり、一、二塁間抜けました。福浦が乗って一塁へ、ベースカバー松坂、アウトです。